はい、こんにちは、グッキンです。今回はですね、ワードプレスの投稿画面における、ツイッターの埋め込み方法について解説をしていきたいと思います。まあ、よくですね、記事とかを見てると、ツイッターの投稿画面が埋め込まれてる記事ってありますよね。まあ、例えばこんな感じですね。ツイッターのつぶやきがこう埋め込まれてるっていう感じですね、画像ごと。で、これはまあどういうふうにやるのかっていうのを解説したいと思います。まずはですね、ツイッターのサイトに行くんですけれども、まあ、ツイッターと検索してもらえれば、ツイッターのサイト出てきますので、まずはこちらにアクセスをしてください。でですね、まあ、ツイッターにログインしててもしてなくても、それはどっちでもいいので、まずはですね、まあ、その自分の探したい、話題に関してのキーワードを入れて、まずはツイートを探します。まあ、例えば君の名はとかで探してみましょうか。で、こういうふうに、ツイートを、見つけて、あ、貼り付けたいなと思うツイートが見つかったら、そのツイートのところをクリックしてください。で、そうすると、このようにですね、ツイートが大きくなるので、この画面で URL をコピーしてください。で、コピーした URL を、そのツイッター埋め込みたい部分ですね、埋め込みたい部分に、貼り付けをしてください。で、そうするとですね、このように簡単に埋め込むことができます。ちょっと一回プレビューしてみましょう。はい、こんな感じに埋め込むことができました。まあ、こんな感じですね、ツイッターっていうのも簡単に埋め込むことができますので、ぜひ今回の動画を参考にしながらやってみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。ありがとうございました。